おはようございます、しょぼうです。今回は手帳の調子はいかがというお話です。年が明けまして10日経って間もなく2週間というところなんですが、新調した手帳の調子はいかがでしょうか。うまくいっている人も、まあいまいちちょっと合わないかもなって思っている人も、どちらもですね、楽しいチャンスどちらでも OK ですというお話をしていきたいと思います。ピョコ。まず最初に私の手帳の状況をお話ししたいと思います。ロルバーンダイアリーがメインの母刊手帳ですね。こちらバレットジャーナル的につけておりまして、日々のタスク、日記っぽいことを箇条書きで書いています。そしてトラベラーズノート、パスポートサイズ、こちらは持ち歩いて外出中に取り急ぎのメモとか、急に思いついたこと、買い物しなきゃって思っていることなどを書いております。なのでトラベラーズノートで実質的なこう手帳の活動日々のね行動とかを書き出していって、それをメイン手帳で整理をしていく感じになっております。なのでですね、今日この日のタスクを管理するバレットジャーナル、一応書いてはいるんですけれども、タスク自体はなんとなくトラベラーズノートでやってる感じで進んでいってる。まあそれはこれ去年からこんな感じなんですね。それで今年のお話なんですが、低調です、だいぶ。お正月は良かったんですけどね。三が日お休みしまして、4日出勤して、私、火、水、木が出勤日なので、9日までね、動画収録をメインに仕事をしていたんですが、どうにもね、波に乗れない。外出しなかったので、トラベラーズノートではなく、ロルバーンダイアリーに書いていたんですけど、これがね、いや記録は取ってるんですよ。これからお見せしますけど、パラパラとね、お見せしますけれども、書いてはいるんだけど乗って書けてない。これが無意識に2024が終わってしまった的に感じてるのかなと思いまして。というのも、このチャンネルを初めて見るという方にご説明しますと、このロルバーンダイアリーは10月始まりです。それでこれの一つ前に10月からこの2024というのを使っておりまして、それを年末で終わらせたんですね。で今年に入って1月1日からこれで続けるというふうにしたんですが、2024年が終わっちゃった感が出てしまったのかなと思っております。まあね、そうは言っても2024は今年なので頑張ってね気持ちを盛り上げていきたいと思うんですけれども、そんな感じでね、ちょっとね低調なんですよ。こちらもねいまいち書けてないというか、トラベラーズノートの構成がマンスリーとウィークリー雑記というふうになっていて、まあ雑記はね書くことがあれば書くんですけど、まあ、マンスリーは予定を見る、でウィークリーがやっぱり使い道が見つからなくて、一応ねどうにか使いたいと思っているんですけども、こうね出勤日で何食べたみたいな書いてる日もあれば、こう薄くね出勤日の記録とか書いているんですけども、まだ使えてない。今年中になんとかしたいなと思っていて、でもあんまりね努力して使うものでもないので、なんかある日ウィークリーをこう使ったら自分に合うなっていう発見があるんじゃないかと思いながら使っているんですが、まだまだ出だしいまいちな状況ですとなっておりまして、今年ちょっと低調なんですよね。とはいえこちらね、記録を書いてる方少しご覧いただこうと思うんですが、
予定が書いてあるマンスリーはちょっと飛ばしますね。そしてこちらね、年始からキーを書いて進んでいるんですが、ウィッシュリスト、年末にお見せできなかったもの、これね20項目書きました。でまあまあ言っても5つはね YouTube チャンネルに関することなので、しかも数字を細かく刻んでいるので、やりたいこととしては15個、これねどっちかっていうと達成目標なので、やりたいこととしては15個、ざっくり、まあここにちょっと若干隠れてますけど、完走って、マラソン大会完走っていうのがあって、それに向かってタスクを分解している。ウィッシュリスト会議をしないでまず書き出しちゃって、そこからねこれ細かく割るとこういうことだよねみたいな感じにねなってたりするんで、まあこういろいろね、出張先で動画収録するんだけど、その前に外での動画収録に耐えうる機材を揃えるみたいな、こんな形でウィッシュリスト書いてやってきておりまして、そして1月の表紙になって、ちょっとマンスリー今隠し忘れてるのでこれちょっとお見せできないんですけど、マンスリーあって、ハビットトラッカーもちゃんとつけてます、ムードトラッカーもつけてます、 YouTube の記録も作ってます、エニーラックがねちょっとあまりここに書くことがないぐらいな感じで進んでいるんですけど、まあこれも毎月このくらいなんでぼちぼち進んでいくかなというところで、まあデイリーつけてますけどもね、ちょっとあっさり見ここ後でデコしようと思ってそのまま放置している部分とかあったりして、これねちゃんと後からまたやりますね。これはまた月末に1ヶ月の振り返りということでやっていきますんで、こんな感じでね今つけてはいるんですよ、こんなつけられてはいるんですけど、なかなかね記録してるだけっていう感じになっています。そんな私、こんな感じで1月上旬は低調でしたということをまず皆さんにお伝えしてから今日のね本題ですね。うまくいってる人もうまくいってない人もこれから楽しいですよっていう感じでお話ししていきます。まずうまくいってる人おめでとうございます。いい手帳に当たりましたね。今年から新しいタイプの手帳を始めた人、まあ、私もそうだって言えばそうですね。今までは普通のノートでバレットジャーナルやってたのをロルバンダイアリーにして新しく始めたんですけれども、今ね一番楽しい時期だと思うんですよ。私その10月がそうでした。一番楽しい時期だと思うんで、これがねほんと楽しくって、今後しっくりきたらさらに新しい展開が待ってると思うんですよ、ね、うまくいってる人に私が何か言うかって別に言うことはないんですけど、おめでとうございますしかないんですけど、うまくいってるともう一つ先見えてくるのかなと思って、それをね楽しみに、多分年度終わりから年度始まりになってゴールデンウィークぐらいがちょっとだいぶ調子が良くなる頃だと思うんで、どんどん楽しんでくださいねってなんだこれの声かけになるんですけど、はい、ここから楽しんでいきましょうね。そしてやっぱりねこっちがメインですよ、このチャンネル。いまいち合わなかった人、チャンスです。手帳新しくしちゃいましょう。私ねこれうまくいってないってお話してたじゃないですか。なんですけど、まあまあ私自身は買い替える気はないんですけど、手帳がうまく回ってない自覚があるので、私が何をしているかというと、こちら以前ねちょっと使ってみて、このトラベラーズノードと持ち歩いてみてね、役割が被っちゃってて、だったらトラベラーズノート今までのまんまでいいんじゃないのって思ってたんですよ。それサブチャンネルでもお話ししていますし、メインチャンネルでもぼちぼちお話ししていたんですけど、これがですね、この2つメインの手帳2つがうまく回ってないなって感じた途端に、これに書いとけばいいんじゃないと思って、でこれちょっとねこうバッグにねこう2つ入ってるんですよ。でこのトラベラーズノートを取り出してペンをねこう取って広げるのに若干まあこうもたつくんですよね。リフィルの数が多いこともあるし、
これがポケログだとなんかだいぶアクセスが早いんですよ。これスピン持つのでこっちでもあのトラベラーズノートでもできるんですけど、な若干なんですけどアクセスが早いんですね。ですごく割り切って書けるわけですよ。もう3色分書いとけとか、日付と、まあ、曜日書かなくてもいいんですけど、日付と天気と3色分書いてタスクだーっと書く、まあ、メモ書く、もう別に体裁整えなくていいって思ってまして、見せられるところといったらこの辺こんな感じをねもう全然何がどうってことじゃなくて、これを見て後でこっちに書ければいいと思ってざっくり書くので、もうだいぶ適当で、私今本当に手帳落ちてる、珍しいんですよ。1月に手帳がうまく回ってないなって思うの本当になくって、今まで久しぶりにこういう感じ。いつもはゴールデンウィーク過ぎにこの状態になるのが1月に入ってから来ておりまして、でしんどい、いやしんどいっていうほどじゃないんですけど、ちょっとまあやりにくいなと思ってる部分が、このポケログを導入したことでだいぶね救われている。最低限これでいい、今はこれでいけてればもうそれでいいみたいなところで収まっていて、これがね特効薬とまではいかないですけど、いい薬になっておりまして、救われてますねだいぶね。そんな感じでね、今うまくいってない人、新しい手帳を導入するチャンスです。私には今回使おうと思った手帳はいまいち向いていなかったけれども、まあそれが分かったことも良かったし、新しい手帳を手に入れるチャンスが来たぞと。しかも1月過ぎて手帳のセールシーズンになりますよ。もう買い時手帳、ここでね買っといたらまたね楽しい1年になるんじゃないですかね。安く手に入れた手帳でね、そういうふうに思って、これチャンスですよ今ね私がポケログ新しい手帳を導入できた、まあ正確には去年から使っていて、ちょっとこれ休んどこうかなって思ったものを再登場させることができたっていう喜びがね私にはあって、皆さんがもしこう手帳が手元になかったら新しい手帳を導入するチャンスだと思って、今年一年ねまたいろいろな手帳を使って楽しんでいこうじゃないかというふうにね気持ちを切り替えていってもらえたらなと思っております。それで私を救ってくれる文房具がもう一つありまして、こちらのスタンプ、これ文具女子博で購入したものなんですが、これがねスタンプをしてるのが楽しい、それだけで救われておりますこちらね、こういうメーターゲージね、それと星マーク、これでね体調の記録を取っているんですけれども、これだけなんですよ。最初の頃ね天気マークも押してたんですけど、まあだんだんこう億劫になってきてね、ひとまず体調の記録だけにしてはいるんですけれども、これはねそのノルバーンってスタンプ抜けやすいんですよ。なんですけどこのスタンプは細いこともあってインクがあんまりドバッと出ないので裏抜けしにくいんですね。ここの辺染みてないんですよ。そういうことを気にすることなく押せるっていうことでポコ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 押してるんですけど、これがねこれだけなのに楽しい。こう黄色でねペンでこうなぞった時にちょっとね染みてきちゃうっていうのはねあるんですけど、ここメモ貼ってるんですけど、この裏側とか若干染みていて、そういうことあるはあるんですけど、スタンプのみだと裏抜けしないのでそれが楽しくって、その手帳がねうまくいってない時はもうね無理やりにでもね新兵器
投入すると意外ともうなかなかうまくいかないなって思いつつも途切れることなくやっていけますので、何か一個でもね楽しみを見つけて、手帳と自分が合わない以外のようになんとなく乗れていけないなっていうような時はですね、やっぱり自分を喜ばせてあげる、シールでもいいんですよ、スタンプでもいいし、新しいペンでもいいんで用意して頑張って続けていきましょうね、というところで今日もね比較的雑談っぽい感じで進んでおりましたが、うまくいってる人もいまいちだった人も、何かこう新しいものを入れて機嫌よく手帳をつけていきましょうね、というお話でした。ピョコ、今回は手帳3冊とスタンプ1個画面上に登場しましたけれども、見ていただいている通りだいぶおとなしめの色で私ね、手帳は派手じゃないとバッグの中で見つけられない、家の中で見つけられないって、ね、サブチャンネルでお話ししたことがありまして、それにもかかわらずこの新年から使っている手帳がですね、全体的におとなしめ穏やかな色でね進んでおりまして、気分がいまいちな時はこれを派手な色にしてもいいのかなって思ってます。そういうことって結構大切だったりとかして、地味めの手帳を揃えたので上がらないのか、まあそんなことはないと思うんですけどね、いろいろなことが重なってちょっと低調なんですけれども、なるべくね自分のご機嫌を取りつつ、意外とですねうまくいってない時ってどうしてうまくいかないんだろう、どこが合わないんだろうって考えがちなんですけど、もういいんですよ、そういうことは。どうでもいい、合わないことはね考えてもしょうがない、合わなかったからもう次へ行きましょう。そして新しいアイテム投入してご機嫌で手帳を使っていけるようにしましょう。今うまく使えてる人ね、今後も継続して自分をね喜ばせて生きていただければと思います。とにかく手帳タイム楽しいものにしましょうね、といったところで今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルではこういった手帳のお話、それから購入品紹介、文房具レビューなどをしております。今後も話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルもやっております。サブチャンネルではトラベラーズノートのお話、それから文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話をしております。サブチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグしょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の方と交流しております。概要欄にサブチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。